えー、地方国立大3年のもので選挙率の低下の原因は何だと思いますか投票率のことかな、えー、それか原因を突き止めるためには何を学べばよいと思いますか教育のせいなのか政治のせいなのか頭が混乱しました。自民党としては投票率が上がらない方がいいんですか、えっとまあ、基本的にはあの治安のいい国の方が投票率は低いんですよね。 だか,らそのなんかクーデターが起こりましたとかあのマジで今この政府やべえっすっていう国の方が投票率が高くなるんですよ。で日本の場合は割とそういう意味では、まあ、あの人が死ぬとか餓死するとか戦争とかはあんまりないのでなのでまあ投票率が低いよねっていうのがあるんですけどで、まあ、さらにちょっと日本が他の国と特殊だなと思うのはあの高齢者層があまりに分厚いので若い人たちが政治に何か期待して投票してももうしょうがないよねっていう割と諦めがある というのがあってその部分は他の国ではあんまり聞かないですね、まあ、まあそこまでその高齢者層の人数比が高いっていう国ってそんななかったりするので なので、原因としてはそのまあ若い人が多少投票行動を変えたところで、やっぱあの高齢者の組織票には勝てないよねっていう現実があるからっていうところだと思うんですけど、自民党としては投票率が上がらない方がいいんですかっていうところなんですけど、投票率が上がろうと上がる前か、上がった人たちが自民党以外に投票するかどうかっていうのは分からないので、上がったとしても自民党に投票する人がいるのかもしれないし、上がらなかったら、自民党、今現時で得してるっていう状況になるかもしれないんですけど、 ただまあ基本的にはそのあの変化をさせなければ同じ人が受かるっていうのがあるんですよね。なのであのネット投票を実現させた方がいいよねみたいな人って若い人でちょこちょこいう人いるんですけどあのネット投票みたいなことが日本で法制化される可能性ってめちゃくちゃ低いんですよ。 で要するにそのネット投票がない状態で受かった政治家っていうのはネット投票を入れることによってネット好きの人たちで今まで投票してなかった人たちがめっちゃ投票する可能性があってでそうすると自分が当選しない可能性があるのでなのでその新しい投票システムっていうのを今受かった人にこういうのやりますかって言ったらやらない方がいいよねっていう結論になるのでネット投票みたいなやつはまあ後回し後回しになりますと。 なので、あのよほどその、そのなんか例えば自民党がもう三とに抑えてますとか、なんかめちゃくちゃ強いですっていう状態で、で若者も自民党大好きですみたいな、なんかそういう状態でもない限りは、なかなかその新しい投票システムっていうのはならないんじゃないかなと思います。なので、中選挙区制度から小選挙区制度になったみたいな時も、やっぱりあの自民党強いっていうのは大事だったんじゃないかなと思いますけど。